皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。今回はハイクオリティな最新クォータービューアニメ調アクションということで、日本だと最近この手のジャンルあまりリリースされませんが、海外だとディアブロ筆頭にクォータービューアクションの人気も高いので、そこに最新の技術を用いてアニメ調テイストを入れ込んだなかなか素晴らしいタイトルが続々と登場してきてますので、その中からクオリティの高めなタイトル5本紹介したいと思います。今年はチャンネル登録者1万人目指しておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。最初に紹介するタイトルはアビスナイト。リリース日は未定、ジャンルはアクション RPG、 開発は上海モーワンランドテーブルテクノロジー、プラットフォームは現状 Android のみで今後追加されると推察します。ということで、本タイトルは1月5日に突如情報公開されて、アンリアルエンジン5を採用し、ハイクオリティなクォータービューによるアニメ超アクション RPG ということで、世界観は荒廃した世界でポストアポカリプスな感じですかね。物語の概要は、少女騎士アタールは国と仲間に裏切られ、死の直前に13の悪魔と契約し、収束地と呼ばれる異界に落ち、神々を狩る狩人となり、コードネームアンダーテイカーとして悪魔と共に活動する。原因不明の災害により世界の崩壊が始まり、崩壊から救うために主人公は原因の謎を解き明かし、真実を解き明かしていくといった内容で、よくある神様が善というわけではなく悪魔が善といった内容の物語が進むようです。バトルはクォータービューによるアクション性の高い内容となっていて、ディアブロとパニグレを掛け合わせたような感じで、スピード感のあるバトルが楽しめそうな内容。実機映像では2名編成によるバトルが展開され、キャラアイコンをタップすることで編成キャラのスキル発動とキャラチェンジを行うことが可能なようです。現時点で QTE やパリーといったアクションは確認できませんでしたが、今後追加される可能性はあると考えます。また本タイトルはオープンワールドなのかステージ踏破型なのか不明ではありますが、 PV を見る限りステージ踏破型が濃厚ですが、オープンワールドだったら胸熱ですね。情報自体がまだまだ少なく、開発者のコメントではステージが進むにつれてギミックが多彩になり、ギミックに適応したキャラによる編成が重要とのことらしいです。これだとさすがに課金前提になるので、当然無課金でもステージクリアは可能かと考えますが、より有利に進めるためには適正キャラが必要となってくるといった感じですかね。現在は開発研究段階ということもあり、今後様々な要素追加やブラッシュアップされると思いますので、今後最新情報があれば改めてお伝えしたいと思います。続いてのタイトルはブラックビーコン。リリース日は未定、ジャンルはアクション RPG、 開発は民情ネットワークテクノロジー、プラットフォームは現状 Android のみで今後追加されると推察します。本タイトルは以前紹介したプロジェクト BB の最新情報ということで、タイトル名がブラックビーコンとなり、さらに1月17日から23日までの期間、2回目となる CBT が実施され、前回の CBT から映像面バトル面でのブラッシュアップがされ、クオリティが向上しております。ということで、こちらもハイクオリティなクォータービューによるアクション RPG となっていて、物語の概要は、文明の発展が頂点に達した時に災厄が訪れ、この災厄から逃れ文明を維持するために立ち向かう組織くさびの会が結成され、主人公はひょんなことからくさびの会の艦長へ任命され、再び現れた今世にふさわしくないものに立ち向かい、世界を破滅から救うといった内容。物語はステージ踏破型で進行していくスタイル、白猫プロジェクトをイメージしてもらえると分かりやすいかもですね。ステージとなるダンジョンはバトルを軸としつつも、探索やトラップ解除など様々な要素が組み込まれているので、簡単にはクリアできないような設計となってます。実際のバトルは3名編成で、キャラアイコンをタップすることで入れ替え可能となります。 PV 見る限りアクションアクションしてるんですよね。バトルの真骨頂はスキル回しとなっていて、連撃による威力もさることながら、ちょっと覚えるのが大変なやつです。エーテルゲーザー並みにややこしい可能性がありますが、ミスなく発動できた時の達成感はやばいですね。ドヤって感じですよね。またクォータービューだからこそ、スキルの派手さであったり無双感というものがよく見えて楽しそうな感じがします。またスキルカットイン演出も、ただ立ち絵がカットインしてくるのではなく、しっかりとアニメーションで表現されていて、さらにキャラもアップで表示されるので、通常時キャラ
キャラが小さい分、こういったところでしっかりとキャラを見せてくれるのは嬉しい要素ですかね。今回の CBT をプレイされた方の映像の中で気になったのが、カメラアングルをキャラに寄せてプレイされている方がいて、システム設定でカメラアングルをキャラに寄せてプレイすることができたりするんですかね。かなり迫力のあるバトルが展開できるので嬉しい仕様かもしれないです。もしかしたらステージによってキャラに寄せたアングルに切り替わったりするんですかね。探索要素のないステージとか高難易度ボス戦とか、何にしてもカメラアングル一つで印象がガラッと変わるので大変楽しみな部分です。本タイトルは2回目の CBT も終わり、ますますリリースに近づいてきているかと思います。次は課金が絡むベータテストと思われるので、今年中にはオープンベータまで行きそうですね。日本展開及びグローバル展開について言及されておらず、どうなるか不明ではありますが、ぜひ日本での展開お待ちしております。続いてのタイトルはエンバース。リリース日は未定、ジャンルはアクション RPG、 開発はキーフ、プラットフォームはモバイル。物語の概要は、原因不明の大災害により文明崩壊に見舞われた大陸アタランが舞台。文明崩壊を防ぐために各地に散りばめられた英霊たちの残り火を集め、主人公と共に繰り返される終焉の運命から人々を救う物語ということで、ポストアポカリプス漂うダークな世界観となっております。バトルシステムはクォータービューによるステージ踏破型のアクションゲームとなっており、3名編成によりキャラを入れ替えながらステージ攻略に有利な状況を作りつつ踏破していくといった流れ。戦闘システムにおいてブレイクとオーバードライブという要素があり、ブレイクゲージを削り切ることでダメージ倍率がアップし、オーバードライブ状態による攻撃ではブレイクゲージを大幅にカットすることができ、ブレイク状態への移行を促進させることができます。またスキル攻撃にはウェイトタイムが設けられているのが一般的ですが、本タイトルウェイトタイム以外にコストが設定されていて、強力なスキルほど長いウェイトタイムと高コストとなっていて、ウェイトタイム以外にコスト管理も重要な要素となってます。連発しすぎるとスキルの息切れになるので、しっかりウェイト管理をしながらスキルを発動していくといった感じですね。それらを意識しステージを攻略していくといった内容、ちょっと小難しさが感じられますね。で、クォータービューの良いところは全体を俯瞰して見れて、乱戦になっても自キャラを見失うことなく、さらにフィールド探索の要素を入れやすいといったメリットがありますよね。最近はアクションに特化したタイトルやオープンワールドアクション RPG など、ちょっと手軽に遊べるものが少ない中、こういったステージ踏破型で探索やアクションを手軽く遊べる内容のものってなかなか貴重かなといった感じがします。本タイトルは協力プレイの要素も実装されているので、ソロでも楽しめ、ソーシャルとしても楽しめる内容となっていると考えられます。本作も2回目の CBT が終了し、次は課金が絡むテストと思われるので、今年中にはリリースできそうな感じですかね。続いてのタイトルは百剣東洋電気炭、リリース日は2024年予定、ジャンルは和風ローグライトアクション RPG、 開発はセブンクアークとフィンガーゲームの協業タイトル、プラットフォームはスイッチ、 PS4、 PS5、 Xbox One、 XS、 Steam、プラットフォームはかなり充実してますね。モバイルがないのがちょっと残念。世界観は日本の江戸時代を舞台にした古風なファンタジー。物語の概要は、妖怪の王者キュービギツネが降臨し、魑魅魍魎を率いて人間界を襲い、数百年続いた平和が崩され、主人公はキュービギツネを討伐するために旅に出るといった内容。本作は東京ゲームショー2023に出展し、治癒された方々の評価も高く、特にバトルにおける爽快感やタイミングがシビアなパリーのような居合斬り要素は、決まった場合の威力も高く、プレイしていて気持ちの良い内容とのことです。またローグライク要素の基本的なダンジョン内の敵を全て倒すことで次のステージに進むといったオーソドックスな内容となっていて、次のステージに行く前に3つの要素からアップグレードを選択できるなど、ローグライクならではの要素もしっかり実装されてます。本作の真骨頂と言えるべき居合アクションからの必殺スキルは、ため攻撃とパリーを合わせたようなもので、居合のボタンを押し続けると攻撃をためられ、離すと居合斬りが発動する仕組み。
本作では敵の大きな攻撃に予兆があり、タイミングよく居合のボタンを押すと操殺パリーが発動し、この操殺をすると居合と同じボタンで必殺技が発動できるのが本作のポイント。操殺のタイミングはかなりシビアとなっていて、必殺技を発動させるにはそれなりの覚悟を持って操殺を狙っていかないと発動させることができないが、その分必殺技が決まった場合の威力は魅力的なものとなっております。スリリングなリスクとリターンが楽しめそうな感じがします。1月25日から28日に実施される台北ゲームショーにも出展されているので、新たな情報が出てくることを期待してます。特に具体的なリリース日なんか出てきたら胸熱ですね。続いてのタイトルはワンダラーズエターナルワールド。リリース日は2024年1月8日グローバル版ということで、ジャンルはアクションアドベンチャー、開発はエンジェルゲームス、プラットフォームはモバイル PC ということで、メイプルストーリー2のような可愛らしいビジュアルで展開されるおとぎ話をコンセプトとし、誰でも簡単に楽しめるアクションゲームということで、すでにお隣韓国ではリリースされていて、1月8日にグローバル版がリリースいたしました。 PV 見て分かる通り、最近なかなかこの手のゲームなかったのでちょっと新鮮ですよね。やれ世界の崩壊であったり終焉世界であったり、ちょっと暗めな内容が多い中、このポップで可愛らしいアクションほっこりしますよね。本タイトルはソロでも楽しめ、 4vs4 のリアルタイム PVP などが実装されており、メイン要素は PVP となっていて可愛くないですねで、実際のところどんなゲームなのか軽く遊んでみたので簡単に紹介すると、ソロはローグライト系のダンジョン踏破型となっていて、ステージクリアに合わせて複数の要素からアップグレードを選択し次のステージに進んでいくといった内容。ゲーム内で手に入れたアイテムや討伐したモンスターの数によってリザルト時に育成素材へ変換され、育成は各キャラ共通のステータスボードを開放していくといった内容。 PVP でこの内容が引き継がれてくるので、ソロモードをこなしスキルボードを開放させ PVP に挑んでいくといったサイクル。 PVP はやればやるほどシビアになってきますが、これはこのゲームに限らずなので、和気あいあいに PVP 楽しみましょうっていうのはなかなか難しいかな。韓国のタイトルなので PVP は結構ガチってますね。またペット要素やマウント要素や着せ替え要素などキャラをめでていく要素も充実しております。ガチャは基本衣装やペットといった要素のみとなっていて、キャラは基本購入かレンタルとなってます。結論的には PVP で負け越しやあまり活躍できなくても楽しめる方なら、全体通してカジュアルに楽しめる内容かなと感じました。 PVP 主体のゲームになっているのでこれは仕方ないのかな。おすすめは友達4人集めてチーム組んで PVP を遊ぶって感じ。野良だとちょっとストレス溜まるかもしれないです。以前紹介したストームストライカーよりかは遊びやすいかもしれない。はい、今回はクォータービュー形式のアクション RPG5 本紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。日本ではこの手のタイトルは最近見なくなっておりますが、お隣中国や韓国ではこういったタイトルがちょろちょろ出てきており、もしかしたらまたこの手のジャンルが見直され再熱するかもしれないですね。ということで、今年はチャンネル登録者1万人掲げて活動しておりますので、ぜひチャンネル登録高評価いただけるとありがたいです。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。